こんにちは、レッドメモリーのレッドです。皆さん、私が前回ハイガー産業の溶接機をご紹介したの覚えていますか？前回使った溶接機はですね、溶け込みもよく調整の仕方も簡単でとても扱いやすかったです。だけど欲を言えばもっと細かい調整がしたい、そんな新たにおすすめの商品があるんです。それがこちら、整備株式会社のイーグル M100 です。こちらの商品はですね、100ボルトでガスが必要のない溶接機なんです。そして中身がこのような形になっております。本体のここに注目してください。今回の溶接機はですね、なんと電流専用のダイヤルと電圧専用のダイヤルがあるんですね。なので商品自体はちょっとね、上級者モデルになります。この電流ダイヤルを上げるとワイヤーが出てくるスピードが上がっていきます。そして下げるとワイヤーの速度が遅くなります。そしてこの電圧なんですけど、上げると熱量が上がります。逆に下げると熱量が下がります。そして初心者の場合はですね、ここに目安の表記があります。例えばこの鉄板の厚みが2ミリだったとしたら、 B から F に電流を合わせます。 B から F、この間ですね。そしてこの時に電圧の強さを1から4の間に合わせてあげます。なので、まあ、目安としてはね、こちらと対等な感じになるように設定すれば OK だと思います。それでは溶接作業レッツスタート。今回は整備株式会社の溶接機を使って、前半は 100V、 後半は見てのお楽しみ。まず本体の横のここのカバーを開けていきます。ワンクリックしてオープン。そしたら付属でワイヤーが入っていますので、このワイヤーをね、向きに注意してここの穴に通していきます。そして先ほど外した、ワイヤーもしっかりね、固定をしてあげます。そしたらここのレバーを解除して、ここをね、開けます。この穴に通ったらロックをかけてあげます。で、本体の裏にスイッチがあるのでスイッチを上げます。そしたら溶接のトーチの線をできるだけまっすぐに伸ばして、このトリガーを押すとワイヤーが回ってこの先端からね、出てきます。はい、ワイヤーが出てきました。あとは本体の蓋を閉めます。そして次に本体から飛び出しているこちら、アースクリップです。このアースクリップを溶接したい対象につけてあげます。今回はですね、こういった鉄を溶接していくので、この鉄に直接こういう風にね、アースクリップをかませてください。もしくは下のこの台座が、今回はね、金属なので、こんな感じでアースクリップをつけると、この台座自体がアースになるので、どこに置いてもアースが取れます。そして今回溶接する対象が厚さ3ミリなので、電圧と電流をね、この3の表記の間で合わせてあげます。これが今回の大体のセッティングになります。で、 D から J までのね、振り幅があるので、そこから自分好みの電気を見つけていく感じです。そしてね、溶接をする前に保護具は絶対つけてください。特にね、肌を露出して溶接してる方絶対やめてください。ティグ溶接と違ってね、半自動はめちゃくちゃ火花が飛んできますし、火花が当たらなくてもね、紫外線が皮膚に当たっていると日焼け状態になりますので、肌の露出は絶対やめてください。あと溶接をしてるとヒュームが舞ってくるので、それを吸い続けると人肺になるので、粉塵用のマスクも絶対です。まあ、ここまでのね、格好をしろとは言いませんが、こういう格好をしてるとね、リスクが減りますので、あくまで参考程度によろしくお願いします。今溶接をしていたら手前でワイヤーがね、溶けちゃってました。なのでちょっとだけ電流を強くしてあげます。なんかちょっと電気が安定しないですね。ふわ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 なりますね。今延長コード5メートルぐらいを使ってこの状態なので、コンセント直差しの状態でやってみます。延長コードのね、影響は出てないっぽいですね。こういう仕組みっぽい。そして反対側に目いっぱい強い電気を使ってみたいと思います。
これが一番強い電気で溶接をした時です。めちゃくちゃねさーっと走れて、しっかりね肉も溶け込んでますね。そしてここが最初に溶接した適正値に近い時の溶接です。意外と太くなったかなって思ったんですけど、カスを取ったらねわりかし細めな肉がついてます。そしてね今度は逆にこの厚さ1ミリの薄い鉄板、これをですね溶接してみたいと思います。厚さ1ミリの鉄板だとこれぐらいね溶接はできます。そして皆さん、今回の動画はここで終わりじゃありません。 EGM100Li こちらの溶接機、なんとリチウムバッテリーを積んだ溶接機なんです。つまり電源が必要ありません。コンセント式のね溶接機と比べるとどうしてもパワーは落ちるとは思うんですけど、どこまでね使えるのかを、今回見定めてみたいと思います。取扱説明書、手持ち遮光面、ワイヤーケレンブラシ、 0.8mm のチップが3つ、フラックス入りワイヤーが 1kg、 そして本体を充電するための AC アダプター、そしてこちらが本体でございます。このコンセントがね繋がってないんですけど、ここをオンにするとお、起動しちゃいます。そしてまずここに電池マークがあります。ここを押すと、今の電池残量を確認することができます。そして今ね電流のランプが光っています。この電流のランプが光ってる時にダイヤルを回すと、100から20まで調整することができます。そして電圧の調整はここをワンプッシュすると、電圧のダイヤルに切り替わります。上は17から下は15になっています。そしたら一番最初に溶接した、3ミリの板厚を溶接していくので、厚さ3ミリの設定でいきます。3ミリの場合電圧が16から17なので、17に設定します。でプッシュして電流にセットで、35から50の振り幅なので、50の設定でこれで溶接をしていきたいと思います。設定値だとかなり電流が弱いので、電流をねもう少し上げてみたいと思います。これはすごい、これは溶け込み半端ねえ。ポータブルでこれはやばいぞ。一番最初はメーカーの推奨する設定値でやったんですけど、ワイヤーの送球がね全然追いついていませんでした。そこから電流をプラス20上げたところ、いい感じの溶接ができました。バッテリーだけでこれだけ溶接ができるってのはねすごいです。じゃあ次にね、マックス出力でどれくらい長く溶接ができるかの、実験をしてみたいと思います。電圧はとりあえずマックスの状態で、アンペアはだいたいここら辺がちょうど良かったので、この数値でやっていきたいと思います。ここに表記してある電流は全然当てにならないので、自分の感覚で調整してください。53センチぐらいだったら割とねここまで安定してました。でね、ここからワイヤーの出方が少しねおかしくなって、安定しなくなって、ここで一回止めたらオーバーヒートしました。左がバッテリー、右が 100V です。まずバッテリーの左側、こちらは全く溶接をしてない場所です。そして溶接してるところがマックスの出力でやっています。溶け込み具合で言えばこれぐらいのね範囲で溶接ができています。
で、100V の一番右が出力をマックスにした状態です。根元までしっかり溶接ができています。そしてそれの左がちょっとね、電圧を弱めた状態です。ちょっとね、端っこが溶接できていません。さあ、そうこうしてる間にね、オーバーヒートから復活したので電池残量を確認してみます。 25% かなりね、下がってますね。ただ、リチウムバッテリーは 4,5 回繰り返して使うと本来の容量になるみたいなので、4,5 回繰り返して使うのがいいみたいです。あれだけ溶接ができればね、上出来だと思います。皆さん、いかがだったでしょうか。整備株式会社の溶接機、最初に使っていた 100V のイーグル M100、 出力をかなり上げれば綺麗な電気がつくんですけど、家のアンペアがね、足りなかったらブレーカーが落ちてしまうので、使用環境が良ければかなりね、使い勝手がいいと思います。で、やっぱ最大の特徴としてはね、電流と電圧の調整がね、それぞれできるので、ちょっとね、上級者向けにはなるんですけど、溶接するものによっては力をね、すごい発揮してくれると思います。そしてこちら、イーグル M100 リチウム、電気が弱いかなって思ってたんですけど、出力を最大にしたらいい肉がね、つきます。で、最大の魅力としてはどこでも溶接ができることです。例えばサーキットとかに行ってて、走行しててアームが折れちゃったりとかね、なんかいろいろそういうトラブルあると思うんですよ。まあ、応急処置としてね、その場で一時的に溶接をして動かせれる状態にしておくっていう面ではありかなと思います。そしてね、ガスが必要ないので、風が強くてもね、バリバリ溶接ができるってのがポイントです。そして重量がね、 8.9kg なので、持ち運びで苦労することはないと思います。そしてね、溶接ができるようになったらいろんなことが本当できるので、例えばこんなもの作ってみたいとか、ちょっとした補修をしたいとか、そういう時にはね、このイーグルシリーズの溶接機をぜひね、使ってみてください。それではあなたのカーライフが楽しくなるように、レッツカーエンジョイ。毎週金曜日夜19時より動画の方を配信してます。不定期で動画を配信することがあるので、よかったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。Twitter、Instagram もやってますので、下記の概要欄からフォローもよろしくお願いします。動画を配信するより先に Twitter、Instagram には、情報を先に公開していることがあるので、興味がある方はぜひフォローチェックよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。今回は整備株式会社の提供でお送りいたしました。